11月13日火曜日朝6時43分のホームポイントは風は全くないですね。無風でかなり潮が引いているのでブレイクはしていますがサイズはそんなにないですね。ロングならテイクオフはできるのかな。インサイドブレーキですね。ダンパー気味でもありますね。お、今ホームポイントの右かなり大きなセットがミドルからブレークしてますね。あ、今左もそうですね。おお、これは完全に乗れますね。ショートでもセットの感覚はありますが膝腰膝ももぐらいはあるように見えました。ぐらいですね。風もないので肌寒いという感じは全くないですね。セットの感覚がかなりありますが最大のセットだとショートでも乗れそうな感じでしたが、まあ、トータルで見るとちょっとショートでは厳しいのかな。波待ちを覚悟すれば、お、今沖からかなりいい感じのセットが入ってきてますね。どこまで行くか、どこでブレーキするか。おお、いい感じですね。そこにいれば乗れますね。腰ぐらいありましたね。最大腰腹ぐらいありましたね。